なんかアバレンジャーのブラキオを思い出します。色的に緑色なので、なんかヨッシーが変化したと言ってもいいかも。皆さんこんにちはです。ジェイソンオリブルだ。ヘルゲーだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターダイナソーの続きになります。前回の動画でこちらのトリケラトプスを組み立てました。使用するパーツは少なかったんですけど、完成度が高くてとても良かったです。はい、今回の動画では説明書に載っていないブラキオサウルスを組み立てます。ちなみにブラキオサウルスの説明書はレゴジャパンのサイトからダウンロードできますので、ぜひ作ってみてください。ティラノサウルスとテロダクティルと前回のトリケラトプスの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それではブラキオサウルスに組み替えます。完成！ブラキオサウルスです。おお、今回も見事にトリケラトプスからブラキオサウルスへ組み替えれました。僕が4つ目を組み立てたのはレゴクリエイター深海の生き物以来なので、すごい楽しみでした。はい、ドアップで見るとこんな感じです。はい、正面から見るとこんな感じです。正面から見るとショベルカーみたいになっちゃうな。はい、横はこのようになってます。なんかアバレンジャーのブラキオを思い出します。このブラキオサウルスなんですけど、体型的に以前組み立てたトリケラトプスに似てるところがあります。では改めて近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部についてはえらいさっぱりしてますね。ブラキオサウルスの頭部って頭にコブがあるんですけど、今回ないですね。もしかしたらこれブラキオサウルスじゃないかも。いや、でもブラキオサウルスって書いてなかったので、もしかしたらブラキオサウルスじゃないかも。はい、そして胴体はこのようになってます。胴体については先ほども言った通り、トリケラトプスとほぼまあ似てますね。上から見るとこんな感じです。そして尻尾はこのようになってます。ではこのブラキオサウルスの可動範囲について説明します。まず頭部は真ん中以外は全てボールジョイントになってますので、こんな感じでグリグリと回転します。ちなみに真ん中はこのようにヒンジになってます。そして前足はこのようにボールジョイントになってますので、こんな感じで動きます。後ろ足も前足と同様にこんな感じで動きます。そして尻尾はこことここがボールジョイントになってますので、このようにグリグリと動きます。はい、可動範囲を活かしてこのようにポーズを取らせることができます。このレゴクリエイターにはボールジョイントがいっぱいありますので、こんな感じでどんなポーズも決まります。はい、では最後に大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。あ、今回については首が長いので結構ボリュームがあります。前回も言った通りなんですけど、今回のレゴクリエイターダイナソーはいわゆる、まあ、模型サイズですね。ちなみに背中に乗せれるジョイントがありますので、はい、こんな感じで乗せることができます。なんかスターウォーズでこういうのあったようななかったような。では続いてはレゴマリオと並べるとこんな感じです。これ大きさ的に違和感ない。なんかマリオが乗っててもおかしくないぞ。はい、乗せてみるとこんな感じです。あー、違和感ないわこれ。このレゴクリエイターレゴマリオ対応だったらなんかすごかったな。色的に緑色なので、なんかヨッシーが変化したと言ってもいいかも。ちなみに余談なんですけど、実は僕が前に作った恐竜変形合体ロボ、あれは3号ロボまでしか作りませんと言ったんですけど、実は4号ロボの計画もやってました。ちなみに4号ロボはブラキオサウルスがモデルです。4号ロボについてはそうですね、年明けまでには考えておきます。はい、レゴクリエイターダイナソーブラキオサウルスはこんな感じです。
はい、ということで、レゴクリエイターダイナソー、ブラキオサウルスを組み立ててレビューしていました。今回作ったブラキオサウルスもとても良かったです。今回のブラキオサウルスなんですけど、まあ、ざくっと言えば、トリケラトプスと造形は似てました。胴体と足についてはパーツが少し変わっただけなんですけど、ブラキオサウルスの特徴である長い首と長い尻尾、これがこのレゴクリエイターで再現されていて、とても良かったです。最後の方で言ったんですけど、4号ロボは年明け頃までには、まあ、考えておきます。動画の最初にも言ったんですけど、ブラキオサウルスの説明書はレゴジャパンからダウンロードできますので、気になった方は組み立ててみてください。はい、今回の動画まだまだ続きます。次の動画ではブラキオサウルスからアンキロサウルスに組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。